先ほどのビデオで最後の首の、運動のところが頭が切れてしまっていましたので、もう一回取ります。力を抜いて、まずこの手をですね、反対側の耳の上の方に置きます。で、息を吐きながら根元から首を倒していきます。吸いながらリセットして、もう一回。で、この時にですね、こうなったり、折れたりしないで、ちゃんとこの軸が、なるべくね、ブレてないか、の鏡で確認しながらやるといいと思います。はい。で、片っぽずつ、やりやすい方からやったらいいと思います。鼻で息を吸って、口で吐きながら、セットしながら鼻で息を吸って、もう一回、決してグッと押さえつけないよね、軽く手を添えて誘導していくような感じでいいと思います。無理しないで、いけるところまで、気持ちよくいけるところまで行ってください。で、その次は手を後ろに組みます。後ろに組んで、軽く押しながら前の方に、で、深く奥から首を倒していきます。息を吐きながら。で、鼻で吸いながらリセットして、今度は指のここですね、ここでこの喉と首の間を押して、息を吐きながら根元から折っていきます。今度は前の方を、で、今度は、こっちの手の指と指を開いて、親指と人差し指で首を曲げてやります。で、手を前にあてがって、この曲げたままグッと倒していきます。これも息を吐きながらいきます。口から。で、息を吐き切って曲げ切ったら、最初、これを戻して、リセットします。で、もう一回。吐きながらいきます。で、この反対側ですね。
自分のやりやすい方からやりやすい方向からやってやるといいと思います。で慣れてきたらちょっと圧迫しながらねやってもいいと思います。ただしくれぐれも無理はしたらダメです。痛いなと思ったらやめてください。それ以上深くやらないようにしてください。はい、これが、首の運動でした。ありがとうございました。